福山八幡宮、東御宮、福山八幡宮,宮西五宮。福山八幡宮は、広島県福山市北吉津町にある、八幡宮である。福山城の北側にある松の大山に祀られている。福山八幡宮は二つの社で構成されている。多くの場合、神社を並列して祀る場合、どちらかの本殿へ合祀することが一般的であるが、本宮は、本殿、拝殿、随神門。 石段、両部鳥居、山道、宗門等それぞれが同一規模、同一形式で東西に並べて建てられており、全国に類例の少ない形式である。かつては、東見宮は延べ甲八万宮、西尾宮は野上八万宮と呼ばれ、別法人として祀られていたが、1969年に両者の法人格を合併し、福山八万宮となった。 ン後福山の総鎮守とされ、境内には結婚式などを行う福山八幡宮会館のほか、水野勝成を祀る総瓶神社や稲荷神社など多くの社も祀られている。1951年広島国体では、境内で柔道が行われた。本宮は25年を式年としており、2009年3月3日に、御鎮座325年報祝大祭を行う。伝承によれば、 福山八幡宮の前身となる延べ後八幡宮と野上八幡宮は古代から復活軍に奉仕されていたとされているが、両神社が文献に現れるのは江戸時代になってからで、それ以前の正確な様子は分かっていない。福山藩初大藩主水野勝成による福山城追記と城下町の整備に伴い城下に祀られるようになり、二代藩主水野勝都市の時代に、 城下南側の西と東に置かれる形が出来上がった。かつては総道や渡宮と呼ばれ、福山城建設地である、常教寺さんの麓にあったが、福山城追記の時職人たちにより、城下の南の上島町下子に祀られたとされる。寛永18年に、上島町が火事で焼けたため、上島町と共に城下南東に移されたと言われる。 なお、現在の天馬や南側の通りが宮通りと呼ばれるのは、この名残と言われる。漢文2年、三代藩主、水野勝貞の死去により発生したお家騒動のため、騒動は騒動につながるとして、延べ後八万宮と解消された。この騒動は、旧勝貞側近と門抜派との対立により起きた、もので、 水野家家中騒動と言われ、勝貞の元側近5名が巡視を強いられることになった。四代藩主、水野正主が、天羅三年に、上下南西の野上八万宮と共に、吉津川北岸に移転させ、東宮と一般に呼ばれるようになった。野上八万宮は、天文年中に、ビンゴ地方の有力豪族である、杉原森重により常教寺さんに造営されたとされる。 福山城追記に際して、城下の南西である野上に移され、野上の名称の由来となったと言われる。なお、潜座される以前の名称は分かっていないが、常教授さんに祀られる以前は、野上町にあったとの伝承もあり、もともと野上の名称であったとも言われるが、若宮八幡宮の別名もあることから、これが旧称であった可能性も考えられる。いずれにしろ、 各たる由来は不明である。以後、水野家の庇護を受け藩主たちの氏神として崇められていたが、四代藩主、水野正主,主が、天羅三年に、城下南東の延べ後八万宮と共に、吉津川北岸に移転され、西宮と一般に呼ばれるようになった。四代藩主、水野正主,主は、天羅三年に、城下南東の延べ後八万宮と、城下南西の野上八万宮を、 筆頭家老上田現場下屋敷であった吉、川北岸の松の小山に移転させた。本宮は、福山上天守を南に望む小山の山頂に、同じ形式、規模で並べて建てられ、隣接した位置に設置されたが、両者の間は、福山藩書大藩主である水野勝成を祀る葬瓶神社が鎮座し、参道も東西それぞれに、専用のものが設けられた。 このように藩士と町人の氏神が対等に並べられたことは水野家の統治政策を象徴している。以後、二つの神社は両者や幡宮ぐると呼ばれることになった。昭和44年に両者の法人格は合併され、神社本庁所属の別表神社となり社名は福山八幡宮と改められた。両者の本殿は共に建造当時のママ教まで、 残されているが、間を隔てる総瓶神社は、昭和59年、1984年の中央配電建設により西お宮裏に移され、本殿の周囲も、舞台の新設をはじめとする大規模な整備が行われ、総建時から大きく、姿を変えた。中央配電正面の舞台は巨大な貯水タンクになっており、初期消火に必要な水量を常に蓄えている。 この中央拝殿はご鎮座300年の式年記念事業により建てられたもので、両者の中間に位置し、東西の本殿を同時に参拝できるようになっている。例年7月30日に取り行われ、一般的には夏の大払いと呼ばれる行事である。年2回、6月と12月の最終日に取り行われるが、旧暦に合わせて夏は7月に行う。かやわくぐりとは、 ビンゴ国風土喫茶農の御事の古事に由来した新寺焚き木農とは焚木の縁の農という意味で本来は奈良の幸福寺に焚木を献身する際に行われた農のことその後一旦は耐えたものの近年簡略化して復興し夕方暗くなってから焚木の日を照明代わりにして野外で行う農量農のことも焚技木農と呼んでいる夜の海や林を背景にして 滝木の明かりで演ずる脳は、有限がさらに増して迫力があり、新たな人気を得ている。福山藩の歴代藩主が脳を奉納された歴史に、ちなみ、御鎮座300年を記念して1986年より、毎年7月28日に恒例行事として開催。特設舞台にて、かがり火の揺れる炎に照らされて、演じられる。関税流、大倉流、北流の、 各流派が、基本的には、各年にて上演。郵便番号720-0073広島県、福山市北吉津町1-2-16。ありがとうございます。